神奈川県立三池公園の雑木林奈良県か佐、また山登山口付近の雑木林雑木林は、主樹雑多の雑木が混じって生える森林を意味する日本語である。植物生態学上の語彙ではなく、高価な木材を得るのには役に立たない林を指すことがある。読みによって異なる二つの語彙があり、雑木林は一般用語、雑木林は林野産業の専門用語である。 クヌギや、コナラなどの紅葉樹で構成された人工的、意図的に作られた林のことで、講義には人里周辺の入りやすい林の意を含み、里山と等しく用いられることもある。クヌギやコナラは燃料滝木として汎用された樹木であり、エネルギー革命で石炭や石油が主要エネルギー源となる以前は雑木林が貴重な燃料材生産の場であった。 椎茸などの原木栽培に使うホタギとしても利用される。これらの木は伐採しても切り株から芽吹いて再生し、数年で再利用できる太さまで成長する。例えば、関東平野における曲層は、商用樹林であるが、山火事や伐採後には二次繊維が進行し、雑木林ができる。新丹林として落ち葉や枯れ枝を取り続けることにより、雑木林が維持されることになる。 前述のクヌギなどのほか、武蔵野大地のケヤキ林なども雑木林であり、古くから人間の活動があった痕跡でもある。また雑木林は現在においても多種の鳥類、多種の昆虫、爬虫類などの生息地であり、食用や薬として使用される植物も生育している場合が多い。そうした雑木林を保全する活動が行われている。 平林寺の雑木林が国指定の天然記念物になっている。昭和30年代に林野町が打ち出した拡大造林の方針の下自然林を伐採して、それを杉日の木などの有用樹種を利用する目的で作られた人工林に対し、そうでない林を指す言葉。この方針の下では、いかに優れた原生林であっても、すべては雑木林と呼ばれた。 ありがとうございます。